はい、こんにちは。占い評論家の岡田雄生です。今日は指の付け根ですね。この付け根の部分ですね。それが太いのか細いのかっていうことになります。その説明です。まず指の付け根がですね、太いタイプですね。まあどちらかというとですね、まあ、ちょっと神経質な方が多いかなと思います。その神経質さってのも結局まあ自分中心なんで、自分の言う通りに聞かないことに対して神経質になるわけですね。ですからちょっとまあ自分のことを第一に考えすぎる傾向があると思われます。それに対して指の付け根が細い場合ですね、これはまあ、指の付け根が細くてこう隙間がね出るタイプなんですが、これはですね、人の権利とか感情とかですね、それを非常にまあ尊重すると、非常にですから頭が回るタイプですよね。その代わりやっぱりちょっと人に気を使いすぎますので、損をしてしまうこともあるということは言えるかと思います。ですから本当は両方ね、足して2で割るぐらいがちょうどいいとは思うんですよね。で、大体まあ皆さんの手っていうのは、まあ普通はこの指の付け根が細い、ね、ちょっと隙間がこうあるのが普通ですので、大体の方はまあ指の付け根が細いタイプになるんじゃないかと思います。はい、ではまたアップいたします。